今日の川柳。あけまして。五日も経てば。平日間。月曜日じゃ、便利と。酒もいるよ。デコリンです。よろしくお願いします。一発目で一発目ということでね。ええ、じゃ、おめでとう部分、声をしていきましょうか。はい、え、では、皆さん、あけまして。おめでとうございます。 今年もよろしくお願い,いしますまあ今年一発目の放送でございますのでねでえ年末を振り返りつつ今年の目標とかってあるのかな、うん、あればね,ですねやっていこうかなというところではあるんですが、はい、年末、うん、ちょっとごめんなさいツイキャスが正常に動かないのでもしよかったらあこれツイッター社がちょっと今あれですね、はい、休みボケですねあ もうボケボケしてんじゃねえよもう。なんかオープニングの川柳行って落ちたらなんか放送なんかあまり適さないこと言っちゃったのかなって思われるんで今じゃ流れてないんだ今ちょっと電波でお聞きの皆さんと YouTube とかの映像は大丈夫なのかなそうですね YouTube のこの放送はやってますんでもし後からね ちょっとチェックいただければと思います。はい、はい、なしてもらってます。どうするも年末の話もいか。もうな。まあ、いつ。年明けてるしな。年明けてどうでしたかっていうところの話いきましょうか。あ、そうですね。どうですか。今年始まって、もう早5日ですよ。早5日。ね、あとも三百六十日、今日入れてももう1日目ですから。私なんか、めっちゃ久しぶりに正月らしい正月を過ごしているというか。前まで居酒屋定員で。 そう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 年末年始はもうバイトだったんです居酒屋のバイトでももうやめてるというか出勤してないのでがっつりこの年末年始休みもらって親戚周り行って祝い酒みたいなのをしてお参りを1月1日に行ってみたいな正月を過ごしてきました初もおったんだじゃあ初もりました聞いておきましょうおみくじは き、き、いいじゃない?。やはり沖縄はね、基地は問題でございますから。それじゃ、あの、その基地が出たら。あ、たい、あたい。内な中のくじびきってなるけど、おみくじってなるけど。あ、でも、なんか。うん、なんて書いてあった?。早速当たったというか。うん。おみくじに。なんか、う物もなくしものみたいな感じあるじゃないですか。なんか、見つかる間に挟まってるみたいな。かなり具体的なこと書かれて。たはい、はい。冷蔵庫の横の。皿の間。皿の。とか、こんな具体的な。 で、<い>まあ、うん、このみおみくじ。そうそうそう、お,<い>おみくじを引く前になんですけど、<い>家中を掃除して。い,いろんなところの隙間からお金が出てきて。<い>合計いくらだと思います。待てよ、これ紙も出てきてるな。 へそくり的な感じなんです。へそくり的な感じなのかな。だんだんへそくり。もしくはなんかスキンが落ちちゃった。おそらく私のお金かな。ち落,ちち落ちちゃった系かなって思うんですけど。えー、じゃ、あ、まあまあまあ、これこういうの難しいんだよな。じゃ三千二百十三円。こんばん。いやいや、こんなの細かくは手にいくよ。はい、えー、じゃあ。あこりさん。千五百八十七円。何千五百八十七円。千五百八十七円。はい。<あ>じゃあ正、正解は。正解は。うん。 三万五百円。はい、<laughs> これはこれ損してんのか得してんのか全く分からないけど。得さ得は。得ですかね。ソファーの間とかですよね。いやクローゼットの中とかポケットの中とかにジャケットとか、えー。あし。 違う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 売れてる多んなんか支払いしようと思って入れててそのまま忘れて財布の中から支払ったパターンかなってあそうこといやって思うけどはあねえね嬉しかったおろしまねおろし玉おろし玉おろし玉ねもう言ったらただ当時の私はちゃんと損してますけどねまあ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 まづまない損ですよねそうさ結局あま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  アニゾさんも書いてるけど3万出てくるってことは普段からお金に関して雑だってことだねって雑は雑だしだから別に1万円とかなくしても別にいや別にじゃないですよ別にじゃない年間3万円これ私にとってはあのゴミた燃やすゴミ紙は燃やすゴミいやいや昔の成金かやには燃やせないゴミですよ本当にでもドキドキしましたよわ私1万円なくなってる三枚。 うーん、1万円出てくる、なくすことに対しても全然気づかないんだって思ったらゾっとしましたよ<ー>マジで旦那さんもご一緒で旦那には言ってないっすよあそうだよねだから今日のオリジナルは聞いてないようにって <laughs> 聞かすなよ <laughs> いや本当に、たまに聞くんすよ相か。<laughs> 聞く気なくすように最初で文句言えばよかったなじゃあ「弟子に言えばよかったな」でそこで「文句言ったらもう聞かんこう」ってなったかもしれないしあでもそうそうあの s a さんも書いてますけど「旦那のへそくりじゃないの?」って聞いたら「旦那のへそくりの可能性もあるんですよ」そうそうそうどこどこから出てきたの?」「クローゼットのカバンの中だったかな」「カバンは昔私が使ってたカバンの中」と上の使ってないカバンの中。 これも私のです、いっちゃうわとあとはジャケットのポケットの中ジャケットのポケットはさっ私のはいカバンはね意外とも盲点だからわかんないんですよ。まあでもでもこの見つけたやつはもちろん家計に回しましたんで食費とかね。いやなんでそこをうとは言えるけど3万円だよ、お前。 今日私新しいジャケット着てたらね疑ってくださいいつも通り2019年と何だ変わりのない格好してるでしょダイヤモンド色のブラジャーでもつけてんじゃないか痛いブラジャーつけるかそんな痛てなブラジャーつけるかあそうでもすごいねそれはいいな逆に嬉しいなでも前はよちょっとなんていうのある程度言うなる月とか財布のお金入れないようなところに入れたりしてと見つけようってやったけど 今もうよ、はい、耳くじ毎月確認す毎 <laughs> 隠したの中かっかな毎月確認するわかるなないわよだからわかるちょっと自分のためになんか <laughs> リスがなんか穴掘ってなんか埋める餌<ー>埋めるみたいな感じですよね見つけた時の木みたいなねキャンさんあれ言ってたよね車で小銭落としたらあえて拾わんっていうあ。 あたしそのキャンさんの教えが頭に残ってたんかな。私もなんかポケットとかに百円玉入れてたりしますね。なんかでなんかの時に見つけるみたいな。でも俺もこれで助かったことあるよ。あ打ち合わせでお金ないと思ってじゃあもうマックとかでわやばいやばいやばいお金ないと思ったらちょうど小銭がジュース一つ買えるぐらいの小銭が落ちてて。あラッキー小銭経験ありますね。わかるな分かる分かる。 だから私、お前ガサツだなって言われるんですけどよくポケットの中に小銭ってあらじゃら入れてるんですよでもそれも便利なんですよ、言ったら財布忘れた時とかねジュース代ぐらいがあったらだから私はこれ直さなくていいかなって思っていんじゃないでから ポケットの中に小銭にじゃらつかせんなよな財布入れるよちゃんとって言われるけど、うん、うるせえやいって思います<笑><笑>私のためのラッキーでこれやってんだからだってまあねあ<ー>いやでも昔よあの上川がよ、はい、予備の1000円っていつも持ってたばい学生証の。 ははいい親が持たすわよもしなかあった時のためにこれあんた持ってくださいって僕の持たい方神田は同級生で俺なんかもう同級生神田が予備の1円持ってるのわかるから神田ちょっと予備の1 0円っおかしかおうぜなんだと思ってるのか予備の1円予備の1円月に何回か親補充してる貸し代やし貸し代そのためのお金色々使ってましたけどねなるほどな俺初詣今年まだあそうなんですかまだもう五つも とりあえずこの事務所の発帽で今日じゃない。はいそれで行くようにしてるっていうか。うん、そうですね。この後と行きますからね、我々。でこれも発帽で。あ、今日はそうですね。僕も参加しますよ。今日参加する。参加しますよ。その前は行った？事務所以外の。去年。ああ、行ってないです。行ってないです。事務所以外の発帽では行ってないってことは。じゃあ今日が今日発発帽で。発だからデコリンは発帽でルックでちゃんとスーツで着てるわよ。もう本当だ。言えばいいのにさ。そう。あ、ベビさん。はい。 だしなんか胸になんかハ,ハワイみたいな <laughs> トロピカルトロピカル T シャツで着てる。絶対冬じゃない景色がピピありますけど <laughs>。<laughs> 隠すけどてタトゥー隠すなんか袖みたいに上着持ってきてるけど、ていちょう。神様も変なソびでしょ。夏モーデじゃないし、これ夏モーデやし <laughs>。お願いでよやって、やるかもしれない いやねまあでも年明けてからもう一日すぐ吉本沖縄ヶ月でステージやらせていただいて、おいいですね。えめでたいネタをやらせていただいて、はそうつい一日ね本当に今年も一日がテンション高か高かったっていうか、よあの良かった。あ一日のテンション。落ち込みがなくった。 お、うん、年明けたけど、はい、楽しかった。おお、えー。いつも年明けたら一回やこむんだけど。そうですよね。はっ、うん、てなりますもんね、下にね。あん、朝。うん、年明けて、まあ、いつものホテルで、かり、カウントダウンさせていただいて。はい。年明けた瞬間から、もう翌日の。もう2日夜12時、2日またいでまで。うん。ずっといいテンションだったわ。おお、これをなんだろう。 いや、いろいろやりたいことがあるからかも。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。スケジュールが充実してたら、テンション下がらないんですね。まあ、一つ、言うと、まあ、二十周年イヤーということで、もちろん単独ライブだったり、いろいろ。は舞台やりたいんだけど。三振やることになった。へえ。ほう。習うってことですか。習う。へえ。もう、お話ししてる。ええ、な、これは、なんか。これ、あの、これ、去年年末に、あの大城隆文のライブがあったじゃない。はい、はい、はい、はい。あそこで、義母和也さん。 さんはいスファクターファイナリストが今んていうか前頭蹴の継承者みたいな感じだったわけでこれ以上はもう決まってからようなそこの話の中で名前出たからあれだけど義母さんから一応習うんだけどまあまあまあそこらへんまた決まったらわあすごいですねそしたらさもう三振のネタもできるかもしれないし面白い。 あと民謡居酒屋三十分ぐらいのステージケツと頭だけ二曲であと全部トークでもいいんだよなるほど夢広がりますねそうそうああの酔っ払いはよあの芸人が来たらはい笑わしてみるだけどユニシャンがちょっと面白く言ったらわワーって笑うそのテンションありますねあるわよ頭で一曲入ってあとはマンダンスンバって いますし <laughs> <laughs> いやでもほんとにあらゆる方向から売れていこう方,方法を考えると、はい、えなんかトークが面白い三振にしてあげるよと。 あー、うん、ブーテンさんみたいな、まあ、ニーニーズさんも言ったらそうだったんじゃない、うんはい、ニーさんだけどトークが面白いまあヒップさんなんかももともと音楽やってるし <laughs> <laughs> ね、うん、そうだから何 <laughs> 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 てお姉さんもう怖い、うん 三味線とかいいから、ネタ作れて。三味線というネタだから。だから、ここら辺がもう、うるさいな。おめでとうございます。いろんな方向でね。私も今年は、あのツイッターでつぶやかしていただいたんですけど、個人のツイッターで。ちょっと料理番組。なんか。出たいというか。 だからねそうだ前も言ってはいたよなそうそうそうどうしてもね料理関係の仕事やりたいんですよ何でもいいですよ料理関係のこのブログを書くなり新聞記事を書くなり何でもいいんですよ SNS で発信し続けるといいかもね私をちょいちょいこのお料理のもっとがっつり毎日とかそうしたらそう沖縄なディレクターさんとかプロデューサーさんが料理番組作るっていう時に もしかしたらね。あ、でも今日、うん、あの他局のラジオ局の年始会行ってきたんですけど、うん、声かけられましたね。ツイッター見ましたよって。あ、うん、料理関係？えー、そうですね。<ー>料理関係。いいじゃない、いいじゃない。確かに余計な番組そういうのなかったから、ちょっと積極的に企画とか考えてみてもいいかもしれないですねっていう。うん、誰かがよ、年明けてあったどなたか、お客さんだったかな忘れたけど。 さきさん料理うまいですよねみたいなことは一応言ってたちょっともうやだ指令を渡ってんの<笑><笑>言ってたいやだからもっと指知れ渡したそうですねい一、うん、日1枚はやろうかなうか写真あげるとか料理なんかいいからネタ作れじゃなくて料理はやらないといけないことなのだ <laughs> <laughs> から心霊さそううるさいな <laughs> <laughs> おめでとうございます あ、今日上です。でもね、本当に入った方がいいよ。そうそう、でも、マルチなね、芸人、あ、こいつこんなこともできるんだって思わせるが勝ちですから。そうそう、好きなことは後から。そうそう、そうそう、絶対。そう、そう、そう、引っかかりはいっぱいあった方がいいんですって。あ絶対そうですよ。だから、デコリンさんも野菜をしていきましょうよ。あ、行きましょ今年、お前。本当に、どうすんの。私は、まず、オーディションなしの。あの、ずっと、起承転結ライブに出続けて。ああ、なるほど。 大事いいねいいね、うん、オリジンアワーの抱負なんかあるやりたいことでもいいよオリジンアワーは、うん、ですね三十分デコリン枠をいただく、うん、<laughs> なんかさよやベ <laughs> ンビーのオリジンアワーの三十分上手く撮るてや

あそういえばそうでしたねありがたかったですね月曜オリジンアのダメ出しデコリアのダメ出しめちゃくちゃ的確なダメ出しをいただきまして我々ありがとうございますブーブさん本当に聞いてくれててねこういうところがいいとか悪いとかね泣きそうだったよいやいやありがたくですよ。本当に感謝してますあなたはまたちょっとシュの家シュリの助の家そこでもまたちょっと 作戦会議作戦会議っていうか俺がまた一方的に喋るっていう考えた方がいいよもうさすがにもうお客さんじゃないんだぞとまあそうですねもうプロですからデビューしたからにはでも難しいですよねラジオもテレビもねまあねだからデコリングは本当に何かやろうよあありがとうございますそうですね5分でも10分でもそう何かあるのアイデアはそうですね なないやっぱりこれ振られるから絶対こういうことどこ行っても普段からこういうことが得意だからこう聞かれたらこう返せるようにしとこうっていうのはあった方がいいかもしれないですねその時にやっぱ聞いた側もあこの人こういうことできるんだってことをやっぱり思われますから分からんけどどうするか野菜かやっぱり。 野菜じゃないですか<菜>だって知識量もありますからね普通の人よりはだから野菜でどこまで引っ張れるかよでもほんとの話、うん、まあまあ難しいかもしれないですけどそれを思いついた時に勝ちですよね、うん、だからさ「野菜を言うまんま言わんしよ」<ー>「ほんとによ」「<laughs> おせやもっと」「<laughs> 唯一出たギャグみたいなのおせやもっと」「全然言わんからよ」<laughs> いい そうそうそうやっぱりバズるっていうのは大事ですからなあ何か一つでもバズらんと特技出していきましょうよ SNS もやってんだからなんかなかないかなあでも俺さんから提案来てますああどうも野菜のモノマネなんかどう野菜モノマネ擬人化系ですね音音とかまあ映像映像ありありの になっちゃうのかなでも分からんな音だけでもできるかもしれないしね。はいあと野菜が喋ったらどうなるとかね。あ擬人あ擬人だ。野菜の気持ちになって。本物のデコデコデコリンですねこれノンタックの。ええあれ分から分から分から。それいけノンタック。分から分から。あれ教育テレビのおでこの眼鏡でデコデコデコリンって言ったらはい物がこう喋り始める。 えーちょっノンタックはいノンタクあれちょうどじゃあ俺とサーキの間の世代なのかなすごい隙間ついてきましたねじゃこんなこんなよく喋る二人の間に無言が出るなかなかないっすごめんだけどすぐなんかもうやっぱり薬コンタック思い出ししゃったしさノンタックそれいけノンタックノンタックんでもないよねだなんだろうえっとヌぬルシング ポッドキャストさんかな、うん、ベラベラナーベーラーとかって来てるんだけどこれは<ー>ノンタックか聞いたことある気がる聞いたことあるベ,ラベラベラナーベーラーえー、それでけノンタック見たことある気がするおまじないですかねわかんない全然わかんない85年からだから一応俺が小5の時からやってるんだ34年前ですねあ三35年前かじゃあ小4以下向けだったんじゃないああそうですね小学校1年生向けだから。 いないないバー的なやつかじゃん。1992年まで92年ってさっきいくつ？えええ生まれたばっかりです。ああだからちょうど本当に俺とさっきの間うわええ好きついてくんな俺だけがわかるんだぜ。自信なさそうにやハッしュ。ええデコデコデコリンっていうのがあるんだ。はあのデコあそうですねデコありありじゃないですか？ こういうのはありじゃないですか？うん、野菜の気持ちになって、うん、例えば玉ねぎの気持ちになって、うん、やって、む向きすぎとばよみたいな、ね。まさしくこんな感じの番組だったんで。えー、あ、おまじうしていた。ちょっとお俺の芸風とも若干かぶも。テレ <laughs> <だ> <laughs> ビーさんね、擬人化得意ですから、ね、はい、いろいろやってますから沖縄のお箸とかね。ねあ、うん、もうあ次ね玉ねぎ通った。<laughs> <laughs> <laughs> かるたみたいになってる先に取ったもん勝ちみたいなねあでもいいんじゃないそれこれも協力できるところあそうですねベンビーさんからもご指導いただける内容だと思いますんでまあ1分ぐらいでいいかもな長くなるんだったら長くしてもいいんだけどあんま長くやってもあれだからもう1分ぐらいでもいいしこういうのってしかもバズりやすいっすよ一言でもいいかもよ一言ああなるほどちょっと振ってみます 人参の気持ちになって一言いいですねちょっとじゃあこの人参のちゃんとしっかりじゃあ振ってからいきましょうかじゃあさっきから振りましょうじゃあいきますよ人参の気持ちになって一言赤いだけじゃないよ甘いよじゃあ二言言うなよ今のはごめん今のはでも分かるからだからこれはそうそうそうまあでもそうあそうか。うあうそ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 うなんそう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 そ この野菜ちょっといつもなんかこう野菜屋で見ててこう言ってる感じがしてんだよな,もうすでにないあーなるほどねあーありますね何何何何長芋ですね長芋の気持ちじゃあさが降りますんでお願いします参ります、はい、長芋の気持ちになって一言ちょっとだけでも手つけて触ってよ <laughs> っていうのはですねあのなかなかな <laughs> なかなか, <laughs> か痒くなるから痒くなるからはいあー ってとみたいなつけたり。そうです。でもね、俺素手でやってるわけよ。あ、私も結構素手でやるな。ないや、俺全然全然とかあんまり克服ならん。あれ？耐久 <laughs> 質なんですかね。<laughs>

ちょっと作って提案させてください。デコリンデースやれ、デコリンデース。ツイッターでクリスみたいに。デコリンデースやれ。クリスまだ見てないんだよ。あれなかなかバズってますよ。いいね800とか言ってます。上手ですねやっぱり。なんか SNS の使い方は。このご時世は SNS から売れるっていうのが王道だと思いますんで。じゃあじゃあデコリン。はい。まずはオリジナルから。しっかり 新足つけていけと。はい。はい。ということで、今日はですね、差し入れいただいております。はい、まずは沖縄大好きさんから。セブンイレブンのですね、五種類の詰め合わせ洋菓子ミックス。個性ある焼き菓子を詰め合わせました。ええ。嵐みたいな感じかな。五種類のね。松潤二のなんかね。ああ、なるほど。そうそう。そして、え、いささんから。お。これは、オリちゃんには、また、さっき聞いてたのかな。飲み物と、美味しそうな。エビえびの。 エビツナサンドみたいなの。エビとアボカドです。かねカド<ー>あ最高やないかい。<laughs> ありがとうございます。あります。山の幸と海の幸が、パンの中で出会いました。<ぁ>あります。出会いました。<laughs> はい、ということで、今日は沖縄大好きさんと、イッサさんのオリジンアワーです。パンションです。セブンディエイプ、ポン、ゼロ。ですね。なは。 ただまーすオリジンアワー「オリジンチャンプルーは」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア。 沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのよ 大好きさんと伊佐さんのオリジナルは生放送でお届けしております。あす、すすいや昨日便秘会やりましてね。はい。もう大盛況。うーん。ショウトスケの新も昨日の便秘会から復帰させていただきまして。はい。ねえもう。 新ファン、新とつけファンの皆さん、うちはも作ってきてくれて、ああ嬉しいですね。も盛り上がりでさ、まあ楽屋で間の二人ちょっと面白いこといっぱいあったんだけど、まあそこは新とつけのオリジナルですね。そうですね。お楽しみにっていう感じですかね。話あると思いますので、そこでたっぷり聞いてもらいましょうか。そっか、今週復帰になるんですかね、オリジナルワーモ。そうじゃない？わあ、楽しみですな、新さん。ええ、大成功でした。ああ。 でした。なんかでした。だからどこまでいうかなと思って、まあでも新藤透のオールジャムで聞いてもらおうかな。まあまあそうですね。本人たちのお口の方から。でございました。メール来てる？はい、たくさんいただいております。ああ紹介しましょう。紹介しそう。あのお年賀状もいただきましたね。あありがとうございます。ラジオネーム水にさした花さんからこちらからいきましょう。Happy New Year。Happy New Year。ベンビーさん、サッキーさん、デコリンさん、大城ロクマさん、リスナーさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。昨年はなかなかラジオに参加できなかったけれど、今年。 もう少し参加したいなと思ってますよろしくです、うん、ということでいますもうぜひイラスト描いてるわけはい<お>俺かなぁ<え>どうも。ああかっこいいじゃないですか俺かなでも、ベンビーさんこんなかっこいい俺,俺じゃないよなベンビさん,んいやこれよりは俺の方がかっこいいだろう島田耕作だ <laughs> 誰か <laughs> 誰だ 島島耕作か <laughs>。デジモーチョイデジモーチョいや。<laughs> 島田耕作ってや。今度使わしてくれよ、俺のヤンキーのネタね。くたこと課長なんだけど、ね、本名が島田耕作。ウいッダーチキテンサー先祖のいった先祖。島田耕作。ウいッ あげますありがとうございます最終的にどこまでいったんだ鳥島略島工作でしたっけあ一番上逆になってますか学生みたいなのもやってません学生時代のやつとかねいやー水瀬さんありがとうございます島田工作さんのねイラストも書いていただいて申し訳ないぜひありがとうございますメッセージどんどんいきましょうはいこちらからいきましょうはい あ、えー、けましておめでとうございますツトモですツトモもおめでとうございます去年の年末に会社の同僚がはいアルコール依存症で緊急入院しました有山、はい、さその人は過去2回も 2> <ら>おこれなんか水園 調べます、ね。で、入院していましたが、うん、退院したら、また毎日飲んでいたので。次は脳にアルコールがやられてしまったみたいで、来月まで入院みたいです。うわ僕の同級生も三人膵臓で亡くなりましたから、多分膵臓かな、でいいのかな。えー、皆さんも一週間に三日は休肝日を設けて、いつまでもお酒を楽しめるようにしてください。ね、僕は飲んだら、背中に痛みが走ったので、それから飲んでませんからね。うん気をつけてください。そう、堤<ー>さんね、確か僕の単独ライブ。はい,は,いはい、はい、はい。何年か前のね。うん。からだったと思うんですが。あ、膵炎で。 あってますねはいええ、ーそっか水蔵にも来るわけ怖いねーさき、本当休み休みよ本当よまあいつらでも楽しむためにはそうした方がいいですよねほんさんの言う通りねはいありがとうございますありがとうございますえ、続いてこちらラジオネームカーボンギアさんありがとうございます明けましておめでとうございますありがとうございますベンビーさんサーキーちゃん平田凛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 は自分の娘の名前ですねええ はい。本当に？なんで知ってんの？はい、あれ？いやデコリンのリンをただつけただけでしょ。へ、えー。ああ <laughs> や、ってことなんじゃないかなと、なんとかりんて言うさ。だから今動揺したんですね。いやいや、お前のことさって思ったんだけど、ええ。ちょっとよかった、大丈夫。あ、大丈夫です。ええ、年末年始はいかがお過ごしでしたか。俺は気象転結ライブやベンビー会で充実してました。昨日もお越しいただきました。ライブ終わりで、さっきちゃんに芸人カードをもらいに行くと。もう俺はカードは残ってないですねって見せられたカードは。ベンビーさん。スーズのカードでした。笑えるか、これ。 待ってレアカードはなくてベンビーさんスーズーのカードが <laughs> ノーマルカードってかおいあ<れ>お前相方と相方と相方みたいな人のことをお前。 <laughs> 汗かくもんだねあじゃあこれは誤解がありもう一回全部呼んでからな、はい <laughs> うん、それとモーリーさんのプレゼントもまたらラッキーでした楽勝というやもねあと本物のローミーハートさんにもあえてご挨拶できました <laughs> いつも似てるというね並べるとそんなに似てないんですけどもねうん、うん、便秘会でも楽しく過ごしリスナーさんの i s s さん目の下のクマさんとお話できたししんさんの復帰を見届け大いに笑いました便秘さんはじめ芸人の皆さんともお話ができて楽しかったです うん、桃ろ先生からイラストもいただき得した気分でしたよ、うん、ありがとうございますね,ね、えー、昨日出演した芸人の似顔絵をお客さんにみんなプレゼントしてもらって僕にはまたおみくじ イラストももらいましてねはい、すごいですね桃心先生もね、わざわざ描いていただいてありがとうございます本当に10万ぐらいするはずよあれいやまあプロですからねあんなにたくさんも本当にありがとうございますね、ダメよ皆さん気軽に書いてくださいな本当にダメよ桃先生またプロのね、お気持ちで書いてくださいありがとうございます続いてこっちしちゃい。ベンビーさんサーキーさんデコリンさん大城さん をはじめ F.M. のスタッフ関係者の皆様、イショガチデイビル、イショガデビル、新年たけましていただきます。はい。あれなか違和感が。あ、間違えた。改めまして開けましておめでとうございます。やばい、二週ぐらいもあったな私は。え、誰これ？沖縄大好きさんかな。ちょっと面白いのは新年たけましていただきます。オリジナルこれ。 面白い。ベンミさんが言いそうです。一応言いそうではあります。面白い。たけましていただきます。あじゃめだます。おねマさん。電話初マチアキ。もう去年から去年やってやってなかった。そうですよね。初マチアキ出ましたね。出まし改めまして改めましておめでとうございます。おめでとうございます。九年中合わせになりましたこちらこそ。 先ほどのおりちゃんでも申し上げましたが2019年は私の体調面などでご心配をおかけしましたさらに昨年は多忙の年でしたそんな私ですが2020年もよろしくお願いいたしますあ書いてあるラジオネーム沖縄大好きです前まで気が長さようやなるほどこのパターンですよたまにやりますね東京ダイナマイトです的なねありがとうございます早速今年最初のテーマは お正月に出てくる餅を食べすぎておなかもお顔ももちもちした話ではなくテーマ「オールフリー」久しぶりにテーマボケしてみましたありがとうございますお仕事終わりに鈴崎ベンビーさんでこりんさんの4人のお顔が見たくて遊びに来ましたありがとうございます最後まで楽しみますので改めてよろしくお願いしますこちらこそどうぞよろしくお願いします PS 放送後ギャラリーでもしお時間あれば3人と一緒にお写真撮ってもよろしいでしょうかもちろんでございますよねえそのあと Let す。ね、その後波の上グー

来月で来月周年祭、俺また忘れててさ昨日デコリが言ったんか来月便秘会来月5周年おー、うん、あ5周年そうなのよ節目節目そう鈴川サキットもね すいませんいやでも僕本当嬉しかったよ今日グループラインにまだ鈴崎入ってるさそうそうまだ入ってます便利会の入っていて会場のリレーションズ店長が変わるからってことで店長も一緒にやり取りするからグループライン入ってるんですよだからこの店長が急に便秘会前日夜中に知らない人をグループに追加したわけで俺は一応タレント との連絡先満載さねま、うん、<し>まあまあだ、ま、し、あまあ、鈴崎も女性タレントでしかも今はもう参加してないしっていうことであのごめんこれちょっと俺も誰か分からんし、はいし一旦外してもらって顔合わせしてからでいいっ,ってあーなるほど、うん、で外してで鈴崎一応こんな感じでこう知らないスタッフが今後グループに入ってくるかもしれないんだけど、うん、一応俺としては長期休養中だから鈴木さんはまだ便秘会やめてないから。うん まあできたら残ってほしいんだけど一応、やっぱ女性タレントね知らない人にこう連絡先分かるかもしれんからそれやったらもう退会した方がいいのかなったらっいや全然大丈夫ですよ逆に私たちがいて なんかここで話しにくいことがあったらもう抜けますみたいないやそんなことないってもう俺泣きながらよいや絶対そうでしょ泣きながらではいやちょっとあのうちらがいてね気使うんだったらって思いましたけどいやそんなことないですいや残してくれること自体はとてもありがたいですよありがたい早くもうジャリスケ大会させようジャリスケとシュンはもうオーリジン辞めたから辞めちゃったからねあの二人は二人はもう明日ともにオリジン辞めてるからもう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 大会させよそうですねアウトですよ強制アウト あ、はい。追挙数来てますね。たくさんありがとうございます。えっと、つーくんりさっこれおなこさん。本番はって来てますか初めましてかなにせかべさん。今年は東京か沖縄に行きたいです。そしてオリジンメンバーにお会いできたらいいなーとか。ぜひー。今もライブいっぱいあるからね。そうですね。ベ便秘会だとか、じゅんとすけまあ、オリジンライブももちろんありますし。ベ便秘さんのね。 記念ライブもございますし今年はぜひどっか楽しみに来てくださいよそうですねどのタイミングでもしかしたら会えるかもしれないですよじゃあこっち行きましょう便秘さんさあきそして野菜やのデコリでこれこんばんよいさだようどうも ベンビーさん、今年の初笑い第一号の舞台、ベンビー会、お疲れ様でした。お疲れ様です。と,とても盛り上がりましたね。うん、会場全体も一つになって、本当にすごかったです。昨日は真の復帰もあり、大盛り上がりでしたか。うん、なんといっても、今ではお客さんの常連メンバーになっちゃっている。桃心先生からのサプライズもあり、びっくりドンキー状態。お<ー>お桃心先生、うん、とっても優しく、素敵な方で、お世話になりっぱなしです。うん、本当ね、ありがとうございます。うん、今日はオリジンの仕事始めってことで、みんなでおみくじを引くと聞いていますが、ベンビーさんの今年の。

楽しみにしてるので、ええ、おいたでの報告楽しみにしてます。ねおいたな、ちょっとティーが消えちゃいました。ツイッターでね、後で、あの報告しますよ。あと差し入れのパン。はい。おりちゃんでさ説明済みなので、サーキーから詳しいことは聞いてください。ねとりあえず、仕事、新年仕事始め。ベンビーさんが低血糖で倒れませんように。それでは、今日はこの辺で、バイブ。ありがとうございます。僕ラジオ中低血糖気味っていうね。そう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 。これ、栄養満点なんで。なんの、どっかのやつ、これ。そうです。近城ベーカリーだ。はい。 いただいた、エビアボーガドなん、あれです。シュリンプ。<laughs> シュリンプをいただきまして、ありがとうございます。最後シュリンプよ。<laughs> シュリン、ね、<laughs> シュリンプエビね、シュリンプ。ね、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。あ後で食べるぞ。いただきます。ありがとうございます。 エビもアボカドも大好きなんだあ、いいですねそうなんだ俺はおしゃんな感じもしますし女子大好きですよアボカドアボカドをスーパーで買ってからハズレが何回か当たってから怖くてもう噛んくなっちゃってハズレっていうのは硬いってことですかいや、あの、なんかなあるんですよ柔らかいのはダメなんです、逆にそうなんですかもう自分で熟させた方がいいそうです硬い硬いのがいい。一番まあそうですよねなんかよく米びつに入れたら柔らかくなるって聞きますけどあたあれ、そうなんですかね いやもう熟して追熟したらもう柔らかくなってきて外れが多くなるんですけど例えば自分で固めのカッておちで熟させても一緒かよ一緒なんですけど固めのうちが一番おいしいでもあるんですよいやあんなよ意外意外一番おいしいのは俺が決めるよ俺が感じることなのにあでも確かに土性論だなちょっと柔らかいぐらいがいいよあああのちょっと柔らかいぐらいがいいな ぜひまあまあ食べたい二日前には買っといてもいいかもね冷蔵庫入れたら熟すの遅いんだよ確かねはいなるほどあらために買ってあの室温常温で熟させていいぐらいの時に食べた方がいいかもしれないあそんな中でこりんさんにアボガドの気持ちを答えてほしいと来てますけどやめときます行きましょう行きますじゃあアボガドの気持ちを一言でいつも 柔らかいの選んでくれてアボカド違う違う違うこれオリジンのショートショートのやつだしほんとだほんとだあじゃないよだ無意識あれ一応ペタなってこと言うとアボカドでもアボカドでもどっちでもいいよってなんかあるじゃないああなるほどね好きな方で読んでよってああなるほどなるほどねさすがマイッチャー違う違う違う 弟者即興だからこそある程度これぐらいでも許されるところがあるじゃないああそうですね,ですねハードルが低くなってますから、うん、絶対ね、うん うーん、スピードかもしんないですねありがとうございます今、今アボカドございますだろアボアロお笑い難しいお笑い難しいねじゃこれはオリジンの、あのー気象点検出ライブでね、やってますからねアボカドアド。いやありがとうみたいに優勝とかありますからねはい、ありがとうございますいいぞ、デコリンって来てますからねはい、じゃこちらいきましょういつも超優しい、面白い、大好きな沖縄市のヒーローベンビーさんに ヒーローだーし料理先生とイケメンサーキーママさんにありがとうございますお笑いと野菜を大事にしているデコリーさんありがとうございますこんばんは新年明けましておめでとうございますおめでとうございますお笑いカレー大好きワルバですどうもどうも,どうも2020年も大好きなベンビーさんのオリジンアワー様 うん、毎週視聴アンドツイキャスアンドメールします。二千二十年も体調にお気をつけて放送を頑張ってくださいといただきました。あ,ありがとうございます。ね昨日残念ながらちょっとね、お笑いから大好きワラバさん、便秘会は来られなかったんです。けあ、そうなんですね。ね、ぜひ今後ともですよ。はい、そう、沖縄市で思い出した。俺、昨日まあまあの衝撃。お<え>、ニュー、まあニュースっていうか、衝撃の事実というか。はい。まあグッドニュースというか。お、うん。なんですけど。 ハイビスカスパーティーの千秋はい千秋さんトルコ人と結婚してる方トルジョねトルジョそうそうボケの方はいがあの出身どこってった沖縄市ですあそうなんですね沖縄市なんだと思ってイメージないさない那覇だと思ってたなんとなくあ沖縄市なんだはい沖縄市どこよって言池原です池原俺と一緒一緒地元だえ三里中いや他の小学校北見所っていうのはおおマジか千秋さんおいくつでしたっけ今年三34って言ったかな外と。 そう意外と言ってる意外でもだから俺六年生の時に彼女が住んでるところ聞いたわけはい多分そこらへ遊びに行ってるわけよおー彼女が生まれてお祝いしたりあの家族が本当にもう幸せなムードの横通ってるかも俺そうですよね六年生の便秘少年あーあの時すでに便秘でしたからそうですよねピエロのカラオケ屋さんにも行ってるかもしれない行って行って行ってあ行えじゃあ絶対何かしらで喋ってますねなんか喋ってるか分からんけどでもうんえー 沖縄しのんど池原って池原の人いないよあんまりいやいるわいるわあんまりいないいるわ池原の人そこそこいるわねえその池原どんな町か知りたいあなたは YouTube でラクラベンビーで検索すると。おそらく池原担保出てくんじゃないかなラクラ池原がいいかなポンドの池山水の矢にナリと書いて池に原っぱの原であの池原ラクラ池原で出るかな でしたね。なんか中部出身の我々としては中部の人間見つけたら嬉しいですね。しん。だから息払って。うん。また。しかもめっちゃ近いわってはいはいはい。えじゃあ。実家から？あのボーリング場で隣連動しだった可能性も多いにあるな。へえ。意外だ。そうな本当に。なんでなんでな派だと思ってたの？トルコ人と結婚してる。だからトルコ人じゃん。おそらく。なんで沖縄人と思わな。沖縄市の人間もそりゃトルコ人と別に付き合うわな。 うんまあ別に小谷もねいますからねトルコ人いるしいっぱい楽したいいグッドニュースそうもっと僕はもうハイビスカスパーティー派で俺はあちょっとちょっと待ってくださいよ聞き捨てならない言葉が聞こえたんだけどもうこれ島が島が一番大事だからいや一応だからこの便秘会 にのあのライン入ってるじゃないですか。ちょっと嫌だなって思うのが、またハイビスかスパーティーな。また読んだアルバゲスト。一応毎月あの時間あったらよろしくねっては言ったら、ああそう準レギュラー枠的な感じ。です。沸かしてるんかい？いや沸かしてるな。沸かしてるんかい？だって鈴川さっきと相手してくれないんだのに。いやだってこんなが始まりました。なあ。こんな実だ。 呼びかえようかな。そう先が出れるんだったら呼びかえようかなじゃん。いや、えそこまでしてくれるの。そこまでして出なかったら変なですよ一応。スーズ、スーズがスーズが。だから得意生。までもそこはね。はい。そうそう。ちょっと思ったでもハイビスカスパーティーだなって。ハイビスカス。 そうそういやでもラクラひらがなでラクラで感じでアクラアクラアクラじゃないなんでか口が口がね感じで池原で言えるとあの僕が本当に何にもない町池原を担保してる様子が見られますねで6分ほどの動画ですんでねはいくではいは一旦 CM です78.0 f m n a h a radio station、ok オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね何かを待つかのように さあ、沖縄大好きさんと一沙さ,さんのオリジナル生放送でお届けしております。早稲田。いいですね。今ラクラ池原で僕見てるんですけど、はい、なんか僕のプロモーションビデオみたい。<laughs> 素敵ですね、それは。うん、いいそう学校も行ったわけよ。僕。行ったけどもう完全に形変わってしまってて、ああじゃもう面影がない。ない懐かしいっていう感じははない。正直ない。もう完全に新しい学校。うん、そうそうね。あそうそうでおじいの畑行ったりね。 懐かしのオー,オークドライブン行ったりね。<ー>はい、まあまあ見てみてください。ぜひ。はい、お願いします。お願いします。えではでは、メール紹介していきましょうか、ね、いととととと、こちらいきましょう。あ、二通目って書てある。お、これ二通目だ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。あれ、なんか、んかメ,メールが。一覧当てた、はいえー。こちらいきましょう。はい。<laughs> はい。 えー、ベンビーさんサーキー北中のおじさんの息子さん大城 <laughs> クマさんミスターベジタブルベジタブル野菜明けましておめでとうございます<お>い, <laughs> いいよ言っててよお前野菜 <laughs> どんどん言っておきましょうこ旧ぐしかわしのポッドキャスター旧ぐしかわしの俺改め旧ぐしかわしの俺ですさてどちらかというと旧ぐしかわしは正月がありました、うん、正月といえば初詣に行ったりおみくじを引いたりスペアタイヤを盗まれるのが一般的ですがどんな一般よ <laughs> 元日は朝から仕事でしたにり。うん 佐々木、俺のあれは朝夕関係なく全く仕事をしていませんああ、なん、どのし、どういう意味の仕事なんだろうか過去、スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け最近のね、完結編な俺のスカイウォーカーの話は置いといて誰のちんあ、あないねえ、空が歩くね、チンと空がるくねどちらかというと今年は元日川、いや元日からおお。新しい新しい、なんか新しいですね仕事でした、え 元日か。いや漢字から。はい。え恥ずい恥ずい。は恥ずかしいはずよ多分。これはやめときなさい。ね黙ってるなモタ。これ考えとったんかいな。ちちきちま。ねえ。え朝出勤するときちょっと曇っていましたが。雲の隙間から日の出が見れました。演技がいいなと思いましたが。 眩しくて運転しにくかったので、もっと曇ればいいのに <laughs> と思いました。いや、どんなよや。海岸沿いを走っていると、路上駐車の車がいっぱいでした。うん、朝っぱらからノンソがと思いましたが、<laughs> 初日の出を見ているヨーゼフ。あ、そうですね。路上駐車のせいで運転しにくかったので。うん もっと曇ればいいのにと思いましたまあまあまあそうですね天候で見れなくなったらいい場合だからね元日に初日の出を見ても見なくてもいい年にもなれば悪い年にもなるのにわざわざ出かけるなんてフラだなと思いました不正なさよや不正だろこんなもんはさてそんなことよりここで2019年の重大ニュースを発表したいと思いますいやここで聞くここでな年末で聞きたいやついきましょう2019年重大ニュース1月うん 新年を迎える。何のニュースよ。二月、職場の部署移動によりオリジンアワーの生放送が三ヶ月聞けなくなった。これは大事だね。え三月、高校受験の長女志望校合格。おめでたい。ね。四月、シミ。いやこれは行事。ニュースが行事。五月、ボランティア清掃。あいいことですね。六月、消防設備士試験。おお。 7月、歴代通算3代目のスバルプレオ購入。プレオ好きね。ね、プレオばっかりなんだ。消防ああ8月、消防設備士試験合格通知が届く。おめでとうございますよ。ヶ月後なんだ。え9月、プレオがパンク。ああ残念なニュースですな10月、ジモティーでウーハーを打ったらまさかの返品。そんなことある？そんなことある？11月。 国分寺のカットちゃんと FM のハで待ち合わせ。予や待ち合わせの後の話が大事じゃないの。ね。え、12月献血しに行ったら医者に献血 NG 宣告。ねなんだろうこれ。体重が軽すぎたとかかな。とかかな。なんでしょうね。え、などこの三つくらいしかありませんが。十二個あるよ。一番きつかったのはこのラジオのツイキャスに三ヶ月参加できなかったことです。ああ、嬉しいのなんかそれ。ところで、今年最初のメールなのに。 なぜ去年のニュースを書いたかわかりますかそうなんで去年ラストのオリジンチャンプルオリジンアワー全部の曜日にメールしたのですが火曜チャンプルは急な収録のため読まれず月曜オリジンアワー木曜オリジンアワーはメールが没でしたえ没没にはしないよ多分違うフォルダに入ってたのかなね、リー月曜オリジンアワーへはメールが間に合わず仕事を半休取ってまで書いたのにこの扱いうそニリ ごめんなさい。でも俺のメールをめったに採用しない。<laughs> 火曜オリジンアワーが採用してくれたので結果オーライアンド翼。<laughs> 過去嫁のお父さんの車。<laughs> さて前置きはこのくらいにして。前置き長澤親。今日は、えー、今年最初の放送事故ですね。事故言うなや。<笑>,笑い控えめだった去年の放送のことを早く忘れて。<laughs> 今年はそこそこ笑わせてください。上からかおい。<laughs> こっちも頑張ってやってんだよ。いやリスナーさんですからそこは。失礼しました。<laughs> 今年も皆さんにとってそこそこいい年になるよう祈ってます。そこそこが一番。うん、先、<laughs> はい。これがお笑いです。笑いどころプレゼント希望です。うるさい いや上からかよ笑い所いつも作ってるばよこっちは失礼いしました申し訳ない2つ目マニアックなおじさんの初日の出旧ぐしかしの俺でした過去2020 2020ありがとうございますそう別どっかのフォルダ行っちゃったんかなそうですねなんかねたまに違うフォルダに振り分けられるんですよね下坂行ったんじゃないのスカイウォーカーがどのフォルトちょっと読めないという判断されたのかなあったかもしれませんよもしかしたらね また改めてメールを送ってくれてありがとうございます。そういえば元日俺別のラジオでラジオドラマ出たんだけど、まだ聞けるから聞けますラジコで。明後日の夜まで聞けるのか。一週間二十四時間あ一週間のこの時間までね放送時間で七時ら放送されたんで夜のそれまでにぜひどれぐらい何本ぐらいだろう、正午結構最初ね前振りが長いのよ。グシケパンの歴史 そうそうあのこの SF 対象とは何ぞやみたいなところとかから始まって、うん、で本編入っていくんで本編入ったらシームかったよねはいないです<う>おお<ー>じゃあ続続ける、うん、結構面白かった面白かった何て検索したら出やすいですかね月曜日午後7時のラジオああスケジュールで

未来の自分の子供がこの会社がスポンサーしてる番組でドラマ出るとはもう夢にも思わなかったんですよね。確か深いでしょうね。そうそうそう。え、月夜にウイーとタツムリが笑うっていうタイトルこれございますので聞いたんですけど、もうすごかったですね。おお。何がどうすごかった。前回お話した時に、もうなかなか内容が言えない理由がよくわかるあ、そうそうなんだよ。ワードキーワードだけちょっと言ったさね。はい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 。 聞いてくださいよ聞かないとわからんよくできたねてに伏線貼られてますそうなんですちなみに今ラジコで私 SF 大賞で検索したらすぐ出てきましたあありがとうございますこれで検索したらぜひぜひ聞いてみてください30分ぐらいですか多分本編は30分ぐらいかなちょっと楽しみだな私後で聞こう聞いて聞いてたまたまねあのたまたまっておかしいなキイヤマの曲も 飽きはかったりして、そうそう年末また大ちゃんとちょっと飲んだりしたんですけどね。あ大ちゃんさん、そうそうそう、面白大ちゃんさんだ。面白大ちゃんや。ねいつもいいテンションなんですよね。とまぎながら失踪しました。俺が逃げるシーン、逃げるシーン、あるんです。あちょっとちょっと、下手くそか、あるなこれ逃げるシーン。どうなんでうね。きっとあるだろうな。あるのかないのかお楽しみでございますけどもね。はい、ぜひぜひ聞いてみてください。お願いします。でこちら行きましょう。はい。はい。 ええ、ベンビーさんサーキでこりん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。神奈川のノミハートですなり。どうもどうもど年中は最後にライブも見られて楽しかったです。まあ皆さんのネタはほとんど忘れちゃったんですけどね。結構時間経ってますからね。さて新年明けて大和も見たんですが、きっとベンビーさんは酒飲みながら文句言ってたんでしょうね。特にちょっとコターガラに。で何でもないよ。 あんな決勝ならばサーキーやデコリンが紛れ込んでもよかったはずね特にデコリンはネタがしょっちゅうしょっちゅう飛ぶはずねネズミどしたけにとにかく今年はたくさんテレビやラジオに出られるように番組4のあちばりやさあキャンさんに話聞いたら俺ととこよ最終予選一点差だったてマイチング

ですよまあまあそこではそれもありますけどね一点さ悔しいね悔しいっすね一点されたそうですよ見たみんなはい見ましたアリンクリンやっぱすごいっすねアリンクリンはねもうオーラとかなんか別格だねうん。彼らの勢いもございますし半数くらいもあそこまでいったらね圧倒されましたね一人一人のねなんかキャラのストーリーもいいですしね三人以上みたいな言い方すんな一人一人だってそのね。ちなみにベンビーさんは酒飲みながら文句は 言うけどピン芸人にですよね。いや今年はあんまり文句言ってなかった。あちなみに酒飲みあでもね酒飲みながら見た。あ見だけどネタにはそんな文句言ってない今年。あのあのあてあの受けたらクーってなるんですよ。ピンってなる。それはね。るけどそれはもちろん。なんかいろいろはもっと今のテンス上だろうと思ったり。ああなるほど。っていうのあったかな。なるほどね。あまだ見てないからバラすなよって。 てるけど、<ー>うんこの時期、この時期になっても見てないのが悪いから、<laughs> おはやみですよ。や <laughs> めて、やて。それ意味ってこれ、かなり経ってるから、6日経ってるから、<ー>4日4日、日あよかった、2>, 2, 日放送う2日放送か。うん、ええでございました。あもう一つじゃあこれさっきいく？はい行きますね。うん、こちらかな違うかなどれかなあこれかな？ ます。はいうん、えー、九しかしのアルトメ、九ヶ島の俺です。はい、ところでベビーさん、一、はい、月七日、コーチの教授さん、ジャンクトップ、朝とりょうん、ガジラ、寺崎、ヒーフーミーさん九日、ヒーロー、柳田強化、トウモショウコ、十二日、えー、ご本指さん十三日マーチさん十七日ケージャージーさん二十日ユータさん二十五日ルーキー二十七日眠り姫さん二十八日ヒープーさん正一二十九日変なダンパチーさんと俺の誕生日です。

2> が二つかな。丸二つ。美味しい。丸丸。丸でございましたー。<laughs> 稼げ稼げ。まだある。まだあ,る <laughs> まだありますよ。ええ。ヒープーさん。聖、うん、一。変なダンパチーさん。うん、俺。誕生日の夜。さすがに。わかりますよね。丸。丸道食堂。ああ、惜しい。丸丸。

すいません、私が変なクイズ挟んだから。だからよ。気つけよ。気つけよ、今年は。変なクイズ挟まなければ、メンビーさんに。いや、でも。メンビーさん。仕方ない時間も、ま、次も、次番組もあるから、後は。ね。申し訳ございません、救護士会の田村さん。今年こそやりますからね、皆さん。やります。はい、二千二十年、今年も。よろしくお願いいたします。お願いします。バイバイ。バイバイ。